はい、皆さんこんにちは。今回は事務選からやっていこうと思いますよ。はい、であのね、居合斬り要員なんだけど、まだね、一応ね、ガンモちゃんが覚えられるんですが、ちょっとガンモちゃんに居合斬りはちょっとやめさせて、覚えさせるのはやめようかなと思いまして、でハムサンドちゃんに覚えさせました。この子ね、ハムサンドちゃん、はい。まあね、この子は居合斬り要員みたいな感じで正式なパーティーには入れないんですけれども、まあね、とりあえず、まあ、ここを進めないと意味がないので、ちょっとね、付け焼き刃的な感じの居合斬り要員のハムサンドちゃんですが、短い間ですがよろしくお願いします。よし、稲妻アメリカンやっていくぞ。はい、マチスショーさんのあだ名は稲妻アメリカン。電気ポケモン使わせたアメリカナンバーワンらしいぜ。飛行タイプ、水タイプ、相性が悪いぜ。麻痺させられないよ、気をつけな。それとマチスは用心深い。彼の部屋はロックされて簡単には入れないぜ。そう、懐かしいよね、このロックの仕様。ほんと1個目開けるとね、あともう1個目がね、もう運ですからね。よし、太陽がもう攻略しておるということで、ジムトレーナー戦やっていきましょう。それはどうかな。はい、船乗りさん。船乗りさんだからさ、なんか水タイプ使うかなって思ったらね、こんな可愛いピカチュウちゃんを使ってきて、よし、ピータンのスピードスター連打で倒すんやよ。お、いいね、いいね、いいね。よし、電光石火でいけるかな。はい、よし、出だしは会長。おお、ピカチュウ2体とか。この船乗り、可愛いポケモン好きか。自分の部屋の中とかね、なんかぬいぐるみがたくさんありそうですね。はい、これは勝てるでしょ。いけたぜ、楽だったぜ。ふふふ、よし、じゃあ2人目やっていこう。ジムトレーナー戦終わってからね、この部屋の仕掛け解いていきましょう。え、これなんだっけ、電気屋の親父だっけ。あー、違う、電気グループ。あ、こんなトレーナーいたね。いた、いた、懐かしいわ。今の時代あんまり見ない、なんかあのヘアスタイルね、懐かしいな。なんか TOKIO の永瀬くんがやってたような髪型ですね。もうスピードスター杖は、ほんともうメガトンパンチ時代はもう私はもう当たんないと、あ、もう絶望みたいな感じだったけど、スピードスターはもうね、100発100中だっけ、スピードスターだからもう外れる心配があんまないですね。楽だわ。それでね、今回のパートでようやくピータン電気技復活します。はい、勝ちますよ絶対、マチス戦。前みたいなね、あのかすみちゃんの時みたいな苦戦はしませんよ。なんたって穴を掘るがあるからね。よし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 、オッケーオッケーオッケー。早くね、3体目手に入れたいんですよね。手に入れられるとしたらカビゴンか、あとね、鳥ポケモンどうしようかなって思ってたんですけど、空を飛ぶ。なんかコメントでいただいてね、ドドリオ、ドドおすすめですよってコメントいただいて、そういえば私ドドリオ使ったことないわって思って、ドドリオにしようかなと思ってます。回復させなくていいかな。回復するか。よいしょ。まあね、マチス戦はあのガンモで行こうかなって思ってるんですけれども、まあね、ジムトレーナー戦はね、ピーター1匹で頑張ってもらう感じで行きましょう。お、これはカモのギャンブラーじゃない。軍隊にいた頃はマチス少佐にビシビシ鍛えられたぜ。誰だ、ジェントルマンか、私のカモ。あー、来たー、お金をたくさん落としてくれるジェントルマン。お、ジェントルマンもピカ様使うか。おー、レベル23でもなんか全然勝てますね、楽だー。はい、よし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 。じゃあこれで、ジムトレーナー戦が終わったから、部屋の仕掛けを解いていこう。でガンモで行くから、はい、
回はね、スムーズな事務線をお届けしようかなと思います。はい、ということで部屋の、お、早速スイッチがあった。はい、この3つのどれかなんだよね。ここグーグーちょっと端っこからやっていこう。ゴミばっかり、はいはい、ゴミゴミ、はい、ここもゴミか、ゴミ、よいしょ、ここもゴミか、はい、おおお、ポチッとな。第一ロックどっちだ、こっち、あーくこれでなんか地味に時間かかるよね。ぐー、はい、ちょそんなここでね、尺使いたくない私は。よいしょ、はいはい、よいしょ、はい、お、来たー、長かったー、ようやくロック外れたぜ。用心深すぎだろう、で、ね、私ふ引っかかりすぎだろう。いやー、よかったー。よし、ということでようやくの事務線でござるよ。はい、すみません、ちょっといきなりキャプチャー画面が消えたので、ちょっとね、事務線の前に一回切りました。はい、ということでやっていこう。待ち線、戦場じゃ生き残れないね。はい、おお、みんなビリビリしびれて動けない、ユウも同じ道たどる違いない。マチスの喋り方好きだわ。ということで久しぶりだ、マチスさん、やっていこうと思います。ビリリ玉ちゃん、いや、もうね、ここはね、今回ね、サクサクした事務線をお見せすると皆様に約束しているので、穴を掘る一択でいきますよ。どうや、一発で持っていけるか。よっしゃ、やった。はい、ちょっと、ね、前回のかすみちゃんがね、グダグダした分、今回はサク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 進もうと思います。穴掘れ穴掘れ、ふふふ、穴を掘っちゃうとね、そんな攻撃は効かない。やったぜ。ライチュウ何レベルだっけ。あー、早くライチュウに進化させたい。わお、なんかライチュウに進化するとなんか横に太くなりますよね。なんかプニプニしてて可愛いけど。あ、スピーダーね。よいしょ、やっぱり ね、2体しか持っていないだけあってレベル差がちょっと出ちゃいましたね。おお、やったぜ、有言実行。勝ったー、オツでしたー。おーのー、ユウの強さトゥルース、つまり本物ね。ありがとうございます。オレンジバッジ持ってるだけユウのポケモンスピードアップ、アンド空を飛ぶ技ファイトない時も使えるようになるよ。はい、ありがとうございます。きたー、ネオザマシン24、きたー、
電気ビリビリ10万ボルト、レポート書く、オツでした。いやもうね、回復させるより前にね、あの子に覚えさせるよ、10万ボルト。やーべ、テンション上がる。はい、ピータン、よかったね、10万ボルト、はい。ちょっと変に A ボタンは押さない。電光石火、スピードスター、電磁波、メガトンパンチ。どうしよう、ちょっとメガトンパンチには救われた面もあるが、せっかくの技マシーンだけど忘れさせようかな。電光石火ね、やっぱ先手取りたい時にいいですもんね。さよなら。よし、一番下に置いてあるからね、これであの不注意で忘れさせることもないでしょ。やったぜ、勝てた勝てた。さて、じゃあ次は岩山トンネル進んでいきましょうかね。ズン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 。じゃあちょっとね、回復とあとね、道具の整理をしてこようと思います。ではでは進んでいきましょう。花田シティの右側ですね、行かないと。それからシオンタウン行って、それからカビゴンゲットかな。ポケモンの笛ゲットするとね、もう無敵ですからね。あの状態異常の眠りの場合はもうポケモンの笛吹くとパッチリですからね。でもこうやってさ、確か初代だけでしたよね。金銀になるとね、ラジオ放送になっちゃってね、ポケモンの笛が確かね。よし、でこっち側でござる。あー、魔術戦は楽だった。やっぱね、あの有利属性の技があるとね、サクサク進むからいいな。ではでは、こっちです、向かうべきは。岩山トンネルもなんか長くなりそうですね。あ、虫除けスプレーとか持ってくればよかったな。ちょっとさ、虫除けスプレー買いましょう。野生のポケモンがね、そんなボン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 出てこられても困るもんね。よいしょ、虫除けスプレー買っちゃおう。うん、お金が何気に2万円超えとった。何個ぐらい必要かな、20個ぐらい買っときますか。7000円か。まあいいでしょう。初代のなんか持ち物ってさ、99でカンストっていうかストップですよね。99個以上は確か持ってなかったんだよね。あと今のポケモンは便利になったよね。道具の仕分けもしてくれるしね。よいしょ。ちなみに私ね、ポケモンやってる上でね、必須なアイテムはね、まあ、回復系は当たり前なんですけど、それ以外で言うとダウジングマシンとゴールドスプレーは必須ですね。はい、あんまりね、あの野生のポケモンとエンカウントしたくないんで、洞窟とか回ってる時はね。ということでトレーナー戦やっていこう。この子のバトルは移そうかな。あら、ポケモン持ってるわね、カモだわ。こっちがカモにしたるぜよ、ガールスカウトちゃん。今ってなんかピクニックガールとかってなんか名前変わってるんだよね。あー、ガンモにしちゃってた。やってまった。倒せるかな。あー、でもそっか、毒持ってるから、そっか、地面技弱点なんだ。いいね。あー、レベル上がってまった、ガンモ。よし、じゃあここからね、ピータンで行こうと思いますよ。10万ボルト、10万ボルト。どんなエフェクトだったっけ。おー、こんな感じだったか。あー、懐かしい。あー、まあそんな効かないよね。毒マジか。くー、はい、毒消し持ってたっけな。くーくー、まあそんな効かないからいいけれども、
そこも厄介だな。よし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 、まだつぼみ。毒消しなんか1個ぐらいあった気がするな。まあね、バトルが終わってからね、回復させましょう。うわー、巻きつく、きた。離してちょ、離して離して離して、やばい、地味に地味に地味に痛い。よし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 、危なかった。でも微妙に苦戦したよ、お姉ちゃん。待って、あ、違う違う。じゃね、回復してね、この辺のトレーナーを蹴散らしてこようと思います。はい、ということでね、トレーナーたちと戦ってきました。それでね、岩山トンネルってフラッシュがないときついんですよね。それでね、フラッシュ要因なんですけど、ピーターに覚えさせるのも考えたんですが、まあとりあえずね、あのフラッシュ要因でね、ビリリ玉を入れて彼にフラッシュをね、やってもらおうかなと思います。ということで、行くぞ岩山トンネル。よいしょ、あー暗い暗い。よし。さあ、あとね、引き換え券、私ずっとね、あの自転車と引き換えるの忘れてて、でね、このトレーナーと戦ってる間にね、引き換えてきました。さーて、確か一番最初のあのトレーナーがなんかカラカラを使ってきた覚えが私にはあって、言っていきましょう。確かカラカラいたような。あー、いた、怪獣マニア。そっか、こういう感じだったか。今さ、なんか怪獣の着ぐるみみたいなの着てたような気がする。よし、カラ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 。お、骨コンボ、懐かしいな。あー、ちょい残った、ちょい残った。わー、痛い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 。よし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 。あ、ヤドンか。ヤドンはピータンでいいや。よし、行くよ。フラッシュのこと考えてなくて、ビリリ玉にニックネームつけるの忘れちゃいました。一応ね、秘伝要因といえどね、仲間のなので短期間だけどね、ニックネームつけたかったんですけど忘れちゃいました。よし、おお、怪獣マニアもお金たくさんくれる。よいしょ、虫除けスプレー使ってるからね、サクサク行こう、サクサク。で、こっちが2階部分か。これも怪獣マニアかな。よし、今のなんか怪獣マニアって結構なんかオタクっぽい感じしますけど、この初代の怪獣マニアはあんまりなんかそんな感じしないですね、見た目的に。むしろちょっとチャラそうな感じがするな。よし、楽楽だぜ。よし、じゃあね、このフロアのトレーナーともね、戦っていこうと思います。はい、次のフロア到達しました。もうね、山男ばっかりでね、あれですよ、穴を掘るの PP がなくなりました。なんてこったい。よいしょ、まあ使ってもいいんですけどね。まあ今はあのピータン育成ターンなので、そのままでいきましょう。女の子、はい、第一トレーナーさんは誰だ。ガールスカウトちゃんね。よし、お、プリンだ。プリンはあれだな、眠るで、違う、歌うか、歌うでね、じわじわやられましたね。あとハタクがすごい強かったけど、今回はワンパン、嬉しい。ポッポ、レベル21なんだからさ、ピジョンに進化させようとかって思ったりしません？なんかね、トレーナーでいますよね。もうなんか特に進化のレベルになってるのに、あえて進化させてないっていう。あ、ニャースだ、お守り小判。よし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 、オッケーオッケー。いや、もう10万ボルトあると楽だわ。
はい、ということで次のフロアに来ました。そろそろ出口かな。お、また女の子だ。戦っていきましょう。ガールスカートかな。薄暗いからって変なことしないで。だから遠くに離れてんだろっつな。この女どもなんなんだ本当。お、まだつぼみ。ここはちょっとスピードスターですね。星飛ばしていこう。ピカチュウとかってさ、スピードスターの星ってどこから出してるんだろう。耳？尻尾？尻尾から出すか。お尻から出すことはないよね。よいしょ。ピッピ。そういえばなんかゲンガーってあのピッピになれなかった何かがゲンガーになったみたいな、そんな都市伝説かね、何かを聞いたことがある。お、高速移動じゃん。え、どうしよう。どうしよう。高速移動。いや、いいかな。やめさせておこう。うん。高速移動はいいや。おーし、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 おーし。私はね、ゲンガーの方が好きですけどね、ピッピよりも。かわいい。はい、ということでここのフロアもやっていこうと思います。お、抜けました。岩山トンネル抜けた。よし、じゃあ今回ね、シオンタウンに到達したところで終わりにしましょうかね。ちょっとね、この辺にトレーナーがいるんですけれども、ちょっと技の PP がやばいのでスルーしよう。でもここのトレーナーとは戦うことになると、これは怪獣マニアか。当ててみせよう。お、やった。ヤドンかな。あー、カラカラかよー。マジかよー。骨コンボで死にそうだな。ちょっとやってみるか。スピードスター、あ、普通に効くんだ。あー、やっぱそうだよね。くー、やっちまった、イケガンも切り裂くでいけるかな。よし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 、いいねいいねいいね。よいしょ。はい、ヤドンヤドン。ここも切り裂くだな。いやー、いいね、切り裂く。はい、よし、今回最後のポケモンバトルでしたね。はい、ということでシオンタウンに到着しました。ということで今回はここで終わりにしようと思います。次回はね、ここやってこう、ここ、ここ。こん中やっていきましょう。で、それから多分ね、シルススコープを取りに行くことになると思うんですけれども、はい。今回ね、ちょっと動画の尺的に長くなったのか短くなったのかね、私の中では感覚がわかんなくって。というのもね、今ね、収録時間1時間超えなんですよ。もうね、カットとかやりまくったらだいぶ短くなると思いますけれども。はい。では、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。